品がないっていうのが悩みです。下も見た方がいいと思う。下も見た、下も見た。路頭になんか迷わんし。なんで私なんだと思う。でもなんか、ゆかちゃんの続いての悩みお願いしてもいいですか。そういうところが決まって、うん、テストを受けていく段階でここにもしかしたら落ちてしまうんじゃないか、仮に落ちてしまった場合もゼロからやり直しにしなきゃいけないので、そこに対する自分が路頭に迷ってしまうんじゃないかなっていう不安がすごいありました。後がないっていう状況でもう、こうどう前向きにそのポジティブなオーラっていうものを面接で出せるのかなって。そもそもまずゼロじゃない、ゼロからのスタートには絶対になってない。金融業界で一生懸命勉強した、頑張ったこと、客やったことが10とか5とかになる可能性あるけど、絶対にゼロにはならない。だってそれが人生やから、人生で経験したことでリセットされてゼロになることはない。路頭になんか迷わんし。はい、うん、そんなん言い出したらうちの会社ほとんどそんなやつよ。芸人なんか40過ぎてアルバイトやりながら給料なくて借金しながら生きていってるやつばっかりやから。でもそんなやつでも生きていけてるから、路頭に迷うとかは絶対ないやろうけど、まあ不安になる気持ちはわかるよ、また一からかってなるけど、それはもう厳しい言い方すると能力不足やから仕方ない。それはやっぱり全員が全員幸せになれればいいけど、でもそれってなかなか厳しくて枠って決まってるから、でこの枠をみんな取り合うわけ、取り合うってなった時にやっぱり最後能力値になる。だから戦える能力値を伸ばすことが俺一番で、戦えるフィールドに上がるのが2番で、みんなフィールドに上がることを考えるけど能力が追いついてないから落ちちゃうわけね。ほんで能力を上げて上げて能力を研ぎ澄まして研ぎ澄ましてフィールドが上がってやっと戦えるチャンスが来た時に出来上がるのに、なんか就活って面接に行くとこの戦う場所に行くことがなんかスタートラインな気がして、はい、これなんかそっちじゃない気がするんだよね。生きていく上で路頭に迷いたくないわけじゃないですか、はい、路頭に迷わないために一番何が必要やってチームがいるんですよ。結局仲間が多ければ多いほうが強いに決まってるんです。日本は多数決の国だから、だからいかに仲間を広げるかが結構大事やったりするけど、就活って周りと戦い、同じ大学生同士で蹴落とし合い、割と一人でこうなる人が俺は多いイメージ、はいはい、でもそれよりかはやっぱり仲間をやっぱりいっぱい作る方が絶対に就職活動を勝ち抜く上では俺は有利やと思うけどね。面接で全く自分じゃないエピソードを話す方だったりとか、倍以上の成果を残しましたっていう方が結構多いと思うんですけども、そういった就活に対してなんかどう思われますか。俺は全然いいと、その代わり持って面接します、受かりました、就職するまでの期間に持ったことが事実であるように持っていく、インスタのフォロワー今2万人いてこれぐらいインフルエンサー活動してるんです、これは嘘やったとしてもこれはいいと思う。調べられたりした時にバレたら意味ないから、そこに行くまでにそれを実現する努力をする。嘘をつくからその嘘に自分を持っていかなと思って努力するし、 M1 の時ね、取材とかね、どうですかモスラさん今回 M1 グランプリ2008年はって、俺はもう毎回開口一番、あ、もう優勝しましたずっと言ったの、もう優勝してるんで緊張とかもないですし楽しい未来待ってますみたいな、まあボケも含め何言うてんねんって相方が言うのも含めやけど、でも俺はもう優勝しましたっていう言葉を出したくて、言葉としてそれを聞いた人たちはモスラ相当自信あんねん、そこで前もって言えるぐらい自信あんねんなって思わせたくて、結果それに追いつく努力を自分に勝つために言うてたし、優勝しましたって自分で言うてるからこそ優勝せなダサいし嘘になるし、ということでネガティブな就活生をポジティブに変えるという企画だったんですけど、お二人ちょっとポジティブになりましたか。はい。いやそれ ならなかったとは言われへんからしな。自分に自信がないっていうところを最初に言ったんですけど、なんで自信がないかとか、自信がないからこそ何なのかとか、与え方によってはその自分の強みっていうかいいところになるっていうのを聞いて、いろんな角度から考えられるようにしたいなって思いました。私は一番初めにお話ししていただいたその自分、あ、ごめんなさい、ちょっと私ノンスタイルさん大好きです。M1 の話とか聞いてなんか取り上がってなんか泣きそうになってたんですけど、なんでよ、なんでもないじゃん、すごいなと思ってこんな人いるんだ。いやいや俺じゃない俺じゃない、相方の時にやるリアクション、俺の時にやるリアクションちゃうよそれ。いやなんで本当に好きだったと思って。でもなんか本当に好きだったね、本当に好きで結婚したい人って言われたら絶対に
どっちが好きやねん。石田さん。そうやろ。だから偉いじゃないで。